東京オートサロン2023の中でも個人的に注目していた新型プリウスのモデリスタエアロ2種類取ってきました。はい、どうも車カチューバーワンサクチューブです。私も契約して納車待ちとなっている新型プリウス、いやめちゃくちゃかっこいいんですけども、さらにそれをね、かっこよく彩るエアロパーツ2種類が今回東京オートサロン2023のモデリスタブースで発表されました。プレスカンファレンスのね、時間にはステージにゲストとしてフィギュアスケートの選手でありタレントでもある本田望結さんがドレスアップして会場を盛り上げてくれていました。私もね、間近で見れておーって感じだったんですけども、で今回ね、モデリスタのブースではですね、2種類のエアロパーツが発表されたんですけれども、まずね、その1つ目、ネオアドバンススタイルという発表、アンベールがありましたので、その模様を見てみましょう。どうぞ。それではお披露目です。はい、こんな感じでね、アンベールされたんですけれども、通常のねプリウス吊るしの状態でもめちゃくちゃかっこいいんですが、それがですね、このネオアドバンススタイルをつきますと、光物がフロントサイド両方ついて、かなりねド派手な感じになりますよね。でこちらネオアドバンススタイルなんですけれども、フロントスポイラー、サイドスカート、サイドガーニッシュ、リアスタイリングキット、リアスカートとマフラーエクステンション、シグネチャーイルミの5点セットで364,100円となっています。さらにね、19インチのアルミホイールセット、こちらが242,000円、あとセキュリティロックナットもついているということです。いや、どうですかお客さん、ただでさえねかっこいいプリウスがよりね先進的な感じになりますよね。リアから見るとこんな感じ、かっこいいプリウスがねよりシャープになりますよね。細かく見ていきましょう。まずね、このフロントスポイラーですけれども、塗装済みで114,400円、工賃別となっています。まあバラでね、つけることもできると。そしてここのブルーの光ってるシグネチャーイルミ、これだけつけるのもありですよね。74,800円となっています。これね、つけてもちょっといいかもと思っちゃいました。そしてこれが通常のプリウスなんですけれども、あのネオアドバンススタイル見た後だとなんか随分なんかシンプルに見えちゃいますけど、まあ、これはこれでかっこいいんですけども、まあ、見比べるとこんな感じですね。フロントの部分に、まあ、光物が追加されてよりシャープで未来的な印象になっていますよね。そしてサイドの方回っていきますが、こちら19インチのアルミホイールセットということで、タイヤは多分組み替えできるんじゃないかと思います。242,000円となっています。デザインもねブラックと切削工機のコンビネーションになっていて、これもかっこいいですね。そしてサイドスカートは55,000円となっていますが、もともとプリウスのね、あるこうキャラクターラインを強調するようなサイドスカートがついています。さらにこのメッキのようなねサイドガーニッシュついてますが、中央の部分がねホワイトになっているのも新しい感じしますよね。そしてリアから見るとこんな感じですけれども、リアスカートプラスマフラーエクステンション、こちらが塗装済みで84,700円となっています。リアはね結構控えめな感じになっていて、メッキのパーツもね、サイドのところにあしらわれていて、まあ、上品な感じになってますよね。でちなみにボディ下部はね整流効果があるパーツが付けられているということで、機能性もあるんですね。でちなみに、何もエアロが付いていない状態の、プリウスのリアビューはこんな感じなんですけれども、まあ、これはこれでねかっこいいシンプルな感じかなと思っていたんですが、今回、このネオアドバンススタイルと比較すると、まあやっぱエアロがついてる方がかっこよく見えちゃいますよね。まああとはねお好みでどうぞという感じですけれども、皆さんこのネオアドバンススタイルいかがでしょうか。ぜひねコメントいただければと思います。今回の東京オートサロンではね、キャンギャルのお姉ちゃんたちほとんど撮らなかったんですけども、モデリスタブースだけではちょっと撮らせていただきました。このネオアドバンススタイルと、お姉さんですね。続いてもう一つのモデリスタエアロ、エレガンスアイススタイル見ていきましょう。モデリスタエレガンスアイススタイルがお披露目となりました。続いてこちらがモデリスタの
エレガンスアイススタイルというもう一つのエアロパーツですね。いやこちらは先ほどのネオアドバンススタイルとは、光物がねついていなくて全体的に上品な感じになっているというのが特徴となっています。まあ、どちらもねかっこよいプリウスをさらにシャープにするエアロパーツだと思いますけれども、こちらはねちょっとメッキパーツとかがついていてですね、もともと切れ長なプリウスのヘッドライトをさらにね延長するようなメッキパーツもついているというのがユニークになっています。いやこれもシャープですね。ネオアドバンスとどっちが良いかぜひコメントください。それではねフロントから細かく見ていきたいと思いますけれども、ヘッドライトの横にねメッキが伸びている、こちらヘッドライトガーニッシュが28,600円となっています。これはねなかなかヘッドライト大きく見えますよね。そしてフロントスポイラーが単体で買うと 69,300円となっています。今回パーツが3つに分かれているそうで、梱包がねかさばらないようになっているそうです。そして19インチアルミホイルセットが242,000円となっています。こちらがですね先ほどのネオアドバンススタイルのホイールとですね同じ形状になっているんですが、塗装の違いによってそれぞれねキャラクターを分けていると、まあ、どちらも鳥が翼を広げたようなデザインになっているんだそうですが、ネオアドバンスのねブラックになっている方はねそういう印象も少し抑えられて、よりねなんかクールな感じになってますが、エレガンスアイススタイルの方はなんかきらびやかな感じですよね。そしてフロントマスクをネオアドバンススタイルとエレガンスアイススタイルで比べてみますけれども、どちらが皆さんお好みでしょうか。ちょっと本当にコメントいただければと思いますが、まあ私だったら派手な方が好きなんでネオアドバンスの光物の方に惹かれてしまいますけれどもね。そしてこちらサイドスカートが 55,000円となっています。でちなみにですね上に入っているメッキのラインなんですが、これはまた別でサイドドアガーニッシュ 41,800円となっています。このサイドドアガーニッシュだけをつけることもできるということですね。そしてドアハンドルがメッキになってますが、これドアハンドルガーニッシュというのがついています。これだけつけても良いですよね。続いてリアビュー回っていきますが、リアスカートとマフラーエクステンション、こちらも先ほどのネオアドバンスと価格は一緒ですがデザインが異なっています。 84,700円となっています。こちらのエレガンスアイススタイルのリアスカートもねなかなかシンプルで、これもねいいと思いますけどね。皆さんどちらがお好みでしょうか。比べてみるとこんな感じ、左側がネオアドバンス、右側がエレガンスアイススタイルとなっています。そしてねエレガンスアイススタイルというね、3点セット、フロントスポイラー、サイドスカート、リアスカートの3点セットで209,000円というキットもあります。そしてねクールシャインキットというねヘッドライトガーニッシュ、あとサイドガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ、これセットで78,100円というキットもついています。まあ好きな方だけつけるということもできるということですね。両方つけると、まあ、29万円ぐらいになるという感じです。といった感じでモデリスタブースに展示されていた新型プリウス、ネオアドバンススタイル、エレガンスアイススタイル見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。皆さんだったらねどっちが好みかぜひコメントいただければと思います。東京オートサロンのね動画もまだまだ出していきますので、ご期待いただければと思います。車でも何でもね欲しいと思った時は買い時ですからね、車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソフチューブ、次回もお楽しみに。